二の腕、背筋、腹筋、すべてに効いてるような感覚があります。ボディケアはやっぱりすごく気になるんですけど、なかなか性格的にこう長くストイックにこう鍛え続けるっていうのができなくて、そこもちょっと悩みだったりもしますね。頑張って続けてどれぐらい続けられますか？本当にもうちょっと体を絞りたいなと思うときは期間を決めて1ヶ月だったり、もうまあ 1,2 ヶ月ぎゅっとこう短期的にコンスタントにジムに通ったりしています。やっぱりこう期間を決めると、うん、なんとかその目標は達成できるものですか？そうですね、でもやっぱりちょっと気を抜くと普段の自分の楽なスタイルに戻ったりするので、なかなかこう普段取り入れるっていうのが難しいなと感じるところでもあります。まあ、自分が好きなスタイルでいるっていうことがすごく自分の中で大きな一つの軸としてあって、こうなんだろう、すごくなんだろう、痩せてたらいいとか、そういうなんか人の何かのこう指針でこう動くのではなく、自分の好きな体でいるっていうのを目標に、人と比べないようにちょっと心がけています。